鹿児島女子高等学校は、鹿児島県鹿児島市多摩里町にある同市立の高等学校。通称、女子校、歯科女子。1894年に創立された女子校で、一時期男子校の鹿児島商業高等学校と統合していたが、1956年に再び分離した。鹿児島学区に位置するが、設置学科は専門学科のみのため学生はなく、 鹿児島市外からも日置市や愛良市を中心に県内全域から生徒が集まる。制服は紺のブレザー、白ブラウスに紺のネクタイと紺のスカート。たまり統治邸の黒門現在の校舎は島津成沖や島津久光が住んだたまり統治邸の跡地に建てられている。この邸宅は1835年に成沖によって造営され、明治維新後も 島津家の人々が住んでいたが、第二次世界大戦で、邸宅は消失した。その後1951年に、鹿児島市が敷地を買収し、1959年に、同校が移転してきた。現在は、庭園や、茶室、武家長屋、長屋門のほか、黒門という1887年12月18日に行われた、 久光の国葬のために築造された門が現存しており、同校の生徒がこれらの施設を毎日清掃している。一般にも開放されており、見学は無料。ありがとうございます。